この本とか関係なくなっちゃうかもしれないけど、けどあのなんか関心とかいう、またそれはまたなんつう、まあ、中国の話になるとまたこうなんか おじさんが好きみたいなのもあるので、まあそういう軍師が出てくるんですよ。頭のいい軍師が中国にいっぱいいて、でその、一番最初によく出てくるのが関心っていう人で、頭が良すぎるために勝手に疑われて殺されるみたいなのがあって、それ以降その本を読んだあの人たちが、あ、そうバカなふりをするんですよ。でこいつやばいと思ったら、もうなんかこう髪の毛乱してよだれ垂らしてそういう演技をわざとしたりもするんですよ。そうそう、だから本当にそれは大事。菅原道真みたいに、ね、もうそうでした、流されちゃうかもしれない。そう、流されちゃうかもしれないですよ。頭いいと頭が良すぎると。そうそう、だからやっぱノーアルタカはね、爪を隠していかないといけないってことですね。そうすることで仲間になる、あの相手の役に立ち、さらに仲間と思わせる、この2つ、なるほど、さすが博士、まとめにくださった話。その上連さんがおっしゃってた、はい、そのはね、似たようなのがありましたよ。なんかできないままでいてほしいみたいな、上司やその部下に、ちょっと自分より劣っててほしいですよね、できてもいい。そうそう、なんか、多分じゃないと外集団にされちゃうってことでしょ。外集団されちゃう、外集団されたらもうすごく面倒くさい、裏切られるし、そうそう、なんかあとあのまたちょっと話変わっちゃうんですけど、この本の中に出てて、これはなんか恋愛にも使えそうだなって思ったのは、ラップするね。いや、私これなんか個人的にはあの知ってる人も多いとは思うんですけど、なんかピグマリオン効果ってありますよね。あ、ありますね。そうそうそう、なんか人はその期待された方がやる気出すみたいな、あの成績の悪い子といい子もなんか成績の悪い子に対しても成績がこの子は有能で伸びるって思って指導した方がその子もそれを感じ取って、あの頑張ってくれるっていうのはなんか結構恋愛でもなんかすごい優しいねみたいな、ずっと言い続けてるともっと優しくなるみたいな、なんかちょっと優しくしてくれたらすごい優しいねって言って褒めるとどんどんなんか優しくなるみたいな、ないですか、そういうのは。あのそれはピグマリオン効果が関係してるか分かんない。関係ないですか。いや、その優しいねって言われたら嬉しいから、それで頑張ってるかもしれない、まあうん、でもなんか、そう、まあ、そういうことにしようかな。はい、すいません。いや、ちょっと違うかもしれない。いや、いいんですよ、ゆるばでも、厳しく突っ込むけど、いいです。そうそう、で、このなんか図をね、あの、出したんですけど、それが知りたい。あの、できない部下に対する上司の行動と、できる部下に対する、上司の行動って違いがあって、例えば表2の1のこと。あ、そうです、表2の1、例えば、はい、その仕事のやり方で、あの2項目目なんですけど、なんかできない部下に対しては目標や締め切りを細かく設定して行動計画を明確に決めてチェックポイントを設定するんですね、で意思決定の余地をあんまり与えない、だからその部下に、できない部下にはその裁量をあんま与えてなくて、でできる部下に対しては手順を部下に決めさせてチェックポイントあんまり設定せずに、設定する場合には部下の意見を取り入れるって書いてあるんですけど、これってその博士が前に言ってた、その人って自分が選択したいみたいな、ありますよね。選択ってチョイスってこと、はいはい、あの自分が決めたことには責任を持つみたいな、あるある、だから多分そのあんまりこう厳しく監視とかしすぎると逆になんかやる気がそがれちゃってダメだけどっていう、それはそうだと思う。なんで途中でダメだって言う。そう、それなんかそれはね、あの幸福に関する研究でも今幸福が今流行ってるかな、まあそれ置いといて、なんか病院かなんかで実験してて、病院かなん、あのまあいいや、病院で実験してて、その部屋の模様替えみたいなのを全てその患者さんに任せるのと、医師や看護師たちが決めるっていうので、どっちが幸福感が増したかみたいな、ある健康度が上がったかみたいなのはやはりその自分で決められる方なんですよね。そう、なんか仕事をこういうふうに高額決められて割り振られたりすると、僕は信頼されてない、僕のいる場所はここじゃないと思っちゃうんですよね。で僕だからここで思ったのが、例えば家庭においても、旦那さんに、
ゴミ捨てとかいろいろ任せるっていうのは前者なんですよ。つまりその細かく設定して責任を与えてないっていうことなので、よくそれがいいって言うけど、僕はこれいいと思ってないんですよ、ね、信頼されてないみたいな。そうだから、なんだろう、コンビニでいうところのバイトだと思ってるっていうか、家庭に対する大きい位置はそっちになってる。だから心はそって家庭に行かないっていう。たとえ2人で話し合って決めたとしてもっていうこと。うん、2人話し合ったとしても、その話し合いは本当に2人話し合ってるのかっていうのが疑問としてあるんですよ、うんうん、じゃあどっちかというとこう曖昧な役割は曖昧にしておいた方が、うん、いや例えば、お風呂は全て任せるとか、うんうん、でも水曜日に、ここお風呂 あのなんていう内側を洗ってというのと、うんうん、お風呂の掃除は全て任せるって全然違うんですよ、うん、そういうふうにこう任せ方を変えないと、うん、軸足が家にならないっていうことが言いたい。で、なんかあの何だっけな、前、どなたかが読んだ、あ、何だっけ、夫婦喧嘩でなぜ夫は黙るのかっていう本があって、リンゴさんです。リンゴさんのそれによると、話し合いをした後も、妻の方が何て言うかな、主導権、なんていうか、コンビニで言えば店長みたいになっちゃって、結局その仕事を与えるだけになっちゃうんだと。なぜかというと、風呂掃除を任せられないと思っちゃうから、まさにこれなんですよ。任せられないと思っちゃうんで、実際にまあ多分うまく掃除できない人もいるんでしょうね。任せられないと思うんで、まあ、それは奥さんがそうされることもあるでしょうね。でそっちは、家庭から心が遠のくっていうか。そうですね。そうなんかそのさっき博士が言った内集団と外集団で、その上司も与える仕事を変えてて、そうで内集団にはすごいなんかやりがいのある仕事というか、自分で手順も決めれるし面白みのある仕事を与えるんだけど、その外集団に対しては信頼してないから、その決められた定型業務とかつまんないルーティンワークみたいなのをまとめして、さらになんかこう悪循環に、もう一回外集団になっちゃったら結構辛いです。辛い。あ、そうそう。それでなんかもう上司を変えるっていう選択もあるよみたいな感じ。あの自分を評価してくれる上司に支持するっていうか、上司を支持するっていうか、まあそれ難しいんですよ、ね。選べるってこと、上司。選べるのかな。だって誰も部下になっちゃったら変えられないじゃん。まあそうです。しかも最初に5日で決まっちゃうっていう。うん。なんかあのコンサルティング業界とかだと、そのプロジェクトごとにチームが結成されるから、そういうことはできるみたいなんですけど、普段の職場だと難しいですよね。難しいよね。だから、直属の上司がそういうなんかダメっていうか、その自分に対して辛かったら、もうちょっとその他、まあ、直属じゃなくていいから、そのちょっと上の年次っていうか、その上司でクラスの人で自分が信頼できる人を見つけて、その上司より上司ってこと、あのその上司と同じランクでまだ別の上司がいるじゃないですか、自分の上司じゃないけど、そういう人を一人、あのそういう評価してくれる人になんかあのいい行動をとっておくと味方になってくれるんじゃないかなって思うんですけど、そうしたら余計その自分の直属の上司から嫌われるんじゃない、あいつ別の部署の上司に媚びてる、面白くないですよね、自分よりも仲いい人と、でもその上司は仲良くしてくれないじゃん。いやでもね、多分結構大変だけど、その上司の言ってることをそのまま、あ、そうっすね、全くその何々さんの言う通りですねとか言って、その上司のために結果を出してくると評価が変わってくると思う、評価を変えることもできる、できると僕は思ってる、なんかここの話でなんかあのいい上司としてはなんかざっくばらんに話すっていうか、なんか家族の話とか、その仕事の話だけじゃなくて、ちょっとプライベートの話もして、それ内集団に対してでしょ、外集団に対してもあの会見を改善するためにってことですね。それやる上司ってのはいるの、そうそうそう、あの上司に基本的にこの本多分上司にその行動を見直せっていう、そうですね、自己変革を求めるリーダー的な、これだから読んでくれる上司はいい上司だとは思うんですけど、そうね、確かにこれ読んだ時点でちょっと違うね、そうそう、対応的がある、そうそうそう、ちゃんとその自分の評価にとらわれず見直そうとしてるからいいですよね、だから、そうそう、であのそういう話をして、あの
例えば仕事でダメ出しを上司が部下にしたとしても、うん、その仕事は仕事だけど、うん、あなたの人格を否定してるわけじゃない。それは純粋に仕事に対する評価で、うん、仕事に対する評価とあなた自身に対する評価別だよっていうのをそこでなんかアピールできるらしいんですよね。うん、なんかそのたわいもない話することによって、うん、まあ、仕事では厳しいこと言ってもその普段の会話とか普通にできたら、あの私はちゃんとあなたを大事に思ってるよっていうのをちょっとずつ伝えられる的な感じだったと思う。これは上司から部下にやるだけじゃなくて部下から上司にやっても効果があるってことですか？多分でしょうね。でもあんまり部下から上司にあんまりプライベートなこと言わないです。言っても僕もなんか巨人のファンなんですよみたいな。ああ、そう、野球の話とかはいいかもしれない。あ、そうか、うちの子供がみたいな。家族が病気でとかそういうのをやめた。え、でもなんかあの私仕事先で、うん、あの、うん、新しく入った人がいるんですけど、うん、すごいなんか打ち解けるのが早かったんですよ、うん、その人はなんか常に結構プライベートなことも誰にでもこう喋ってたんで、うん、そういうの効果あるのかなと思って。あるありますね。ありますよね。心は許してる。そう、何を考えてるかわからない人より分かってる人の方が打ち解けやすいですよね、うん、そうですね、うん、でもさっきのミントさんの話で言うと、うん、僕が関わったある会社の、まあ、上司みたいな人がいて、はい、上司じゃないんだけど、はい、って言うとかないとあれなんだけど、はい、いや本当にないんだけど、うん、その人はあのプライベートの飲み会とかですごい部下誘うんですよ、うん、でも仕事上ではものすごくなんだろうな、まあ、本人は真剣なんだけど、うん、部下によっては理不尽なことをする。例えば、あるプロジェクト途中で彼の、うん、なんていうかな、急な方針変えで辞めちゃうとか、うん、あるいはそのすごく叱ったりとか、うん、そうすると飲みに行っても楽しくなくなって誰も飲みに来なくなって、うん、でなんか最近誰々さんの、様子がおかしいですよ、うん、じゃあ飲みに行こうって飲みに行って、うん、やっと打ち解けたわっていう翌日に辞表出されてるっていう、へー、そうそう、だからそういう問題でもないのかなって思っちゃったんですよね。でも私ちょっとやめてほしいと思ってる人がいてでも、もう全ての行動にもイライラしちゃうんですよ。その違う人がやったら見逃せるけど、その人がやるとまたかよみたいな感じで、もう何がダメなんですか？やだな、もう見た目、いや見た目もちょっと気になるところもあるし、うん、その任せてる仕事もそうだし、あの連絡も遅いし、うん、パフォーマンスも悪いし、それはさっきの 何さんだっけ、部下は何さんだっけ、ビルさんみたいにじゃないの。でも私は色眼鏡見ちゃってるのはあるんですけど、色眼鏡してる、で色眼鏡してますけど、でもこれはダメだと思ってた時に、ちょっとその彼女がこう自分のこう内々の話をしてくれたら、うん、なんかちょっとこうプラスに働きましたね。そうなんですね。でも今はやめて、でもちょっとやめてほしいと思っていて対策を考えてると会社をやめてほしいってことですね。態度を改めてもらってもダメなんですか？態度改まってないの、改まってないから、ね、改まってないから、そうだから僕思うのが、人格を人って感じ取っていて、はい、前も言ったかもしれないけど、そもそもコミュニケーションそのものが重要なんじゃなくて、うん、この部下とかこの上司はどういう人格を持ってるかと、その人が思ってるかだけが重要なんですよ。だからそのプライベートな話をするっていうのは、そうやって普通仲間にしか、うち集団にしかしないことなんで、一瞬仲間かなと思うわけですよ。あ、なるほど。でもその後でまた、普通なら、上司ができることが しなかったりとかすると、うん、こいつは、やる気がない、会社に協力する気がない、僕のチームに何の貢献もしたい、だから外集団って決まっちゃうんですよ。だからその人格を植え付けるのが大事なんですよ。うん、仲間だよって。そう、仲間だよ、あなたの役に立つ、あなた細胞で言うと、なんか人間細胞っていくつあるか知ってます？64万個、16個、超じゃなかった、つい最近まで60兆個って言われてたけど、1年ぐらい前に30兆個だって分かったので、それはどれもいい、60兆個ですよって言われたら、いや30兆と64万とか言われて、ほんとそうですよ、分かりますよ、愛知県の小さな都市の、まあ、人間で、まあ、それをともすることして細胞たちなんか自己犠牲にして、仲間なんていうの、体のために尽くしてるじゃないですか。
だから生き物ってみんなその仲間と敵に分けてるわけですよ。なんか、ね、異物が入ったら拒絶反応を起こすみたいなね。そうそう、それは動物でもそうで、だからうちらはそういうのをいつも判断してるんですよ。それはだからその、全体としてこの人の仲間だ、それは多分恋人でもそう、うん、私は駆け引きしてませんが とても重要なんですよ。ああなるほど。で私と結婚したらあなたもと一緒に、素晴らしい家庭を築けますとか、彼自身が一人で生きたいと思ってたらあなたが一人で生きるのを応援できますっていう。でも仲間になるとだんだん順番があって、まず仲間になって役に立つ、そうするとファンに入って、ファンに入るとちょっと文句を言えるんですよ。そんなことじゃあなたダメになっちゃうよ、仲間は言ってるんだになるんですよ。でそういう順番でやらないと人動かないんですよ。でそのでしかもそのさっきその自分ができることができない時って、前言ったけどそのキャサリン・シュルツっていう人が言ってるんですけど、自分の常識でできることとか自分の価値観と合わない人っていうのに対して最初はバカだと思ったりすると、でもそうでもないって気づくとそれは意地悪なんじゃないかと思うと、だから常識が違うだけでもうなんか意地悪とか悪意があるとか思っちゃうんですよ。片付けられる人がいて、最近なんかゆるふわな番組で話題になっているんですけど、冷蔵庫にずっと置きっぱなしのもやしが置いてあったりするわけですよ。で僕はそれちょっと許せないと、はい、そうするとそれをしている人に対して敵だと思っちゃうんですよ。なんでそんなことできないの。で時々注意してもやっぱりそうなってると、こいつ意地悪なんじゃないかとか悪意があるんじゃないかとか、そうそうそう、別にすぐ気づくじゃんみたいな、毎日開けてるんですよその人は。でも1月13日から、2月何日までずっと置いてあるんですよ。あの消費期限が13日ですよ。でそれを注意された方は注意された方で、こいつなんでそんな いちいち言ってくるのだから別に常識が違うだけなのに敵になってくるんですよ。その人も多分そうで、だから仲間と思わせるためには、僕がその人と仲間になるためにはむしろ僕も消費期限を破らないと同じようにしてみる、そうなんか2016年の春のパン祭りのシールをずっと貼ったんですよ。いやもうそろそろ次のパン祭りが始まるよみたいな。面白いですね。そういうあれですよね。そうそうで、なんか上司から部下だけじゃなくて、まあ、部下から上司もあって、それがさっき配った110ページの表なんですけど、だからそうそう、同じことをしてもその自分がどっちの集団に属してるかによって行動の見え方が異なってくるんですよね。だから同じ事実なのにその自分が見てるものに、だから自分のその見てる世界に左右されて、なんか博士が前になんか相談で書いてたのか忘れたんですけど、これはなんか本当のことを言いますみたいな感じで、かっこでもこれは僕が本当だと思っていることですみたいな感じで書いてて、だからそれはなんか人によってその真実が違うっていうか、真実は一つなんだけど見えてる本当って人によって違うってことなのかなって思った、ね、書いて覚えないけど、そうです書いてあった。いや覚えてないっていうかごめんなさい。はい、で例えば、仕事のやり直しを命じたとしますよね、上司が、でうち集団にいる人は、うち集団にいる部下はね、うち集団にいる部下は、その上司が期待度が高い証拠でその野心的だって思うわけですね、その仕事のやり直しに対して、でもここまで時間を割いてくれるんだみたいなね、そう些細なことそうそう、で外集団にいる人は、一方外集団にいる人は些細なことにこだわるし、なんか寛容じゃないなって思っちゃう、こんなこといちいち言うなよみたいなね。わかるこれ、そうあとなんか頼まないのにアドバイスするっていう行動を上司が取った場合、うち集団にいる人は目をかけてくれているって思うんですけど、外集団にいる部下は部下を信頼してないと思うし、そうね、だからなんだろう、もやしそろそろ消費期限じゃないとか言ったら、そもやしまで見ててくれるんだろう、うち集団なんだ、うち集団だと、そうなんかそう返事が遅いっていうのもなんかうち集団だと、上司からの返事が遅い場合ね、そうそう、うち集団にいる場合は忙しい、また、熟慮していると思うんですけど、外集団にいる部下はコミュニケーションが取りにくくて威張ってるとか思うらしいです、なんかその
確か前半が上司が部下に対する話で、後半が部下が上司に対する話なんですよね、この本、うん、そうですで、上司会議の時でも外集団にいると何とか足を引っ張ろうとするっていう書いてあって、やだー、例えば上司が、例えばなんだろうな、2週間後にあるプロジェクトに気づあるその発表会に気づいてなくて準備しないとすると、それをずっと黙ってるんですよ。で忘れてた時にほら言ったじゃないですか僕がっていう言うっていう、わかります、うん、それやろうとしたりしますもんねなんかこうあえて貶めるみたいなことするんですよ、うん、そしたらもうチームとして絶対うまくいかないんですよ。うーん、そうですよ ね、 ね、うん、だから絶対その恋愛でもあるし夫婦でもあると思うんだよね。うん、確かにその別にその上司部下の関係だけじゃなくて、うん、そのさっきね紗友子さんがおっしゃってたみたいに、うん、そのあの人間関係全般に人にレッテルを貼っちゃうってことはあるから、る自分がこうだって思ったら、うん、そういう見方をして、うん、逆にそれがその行動を引き出しているのかもしれないって思う、うんうん、そうそうそう。でさっきあの博士が言ってたみたいに内集団になるための行動っていうのは、例えばさっき言ってたプライベートの話するのなんですけど、はい、あとは何がありますか。あれ急に来たなんかそれを具体的に教えてもらってやろうかなって、ちょっとそのバカっぽくするっていうの、ちょっとバカっぽくする、その通り、そうそう、踊って見せるっていうこと、そうかね、あとは笑顔かな。あ、笑顔、あ、でも笑顔はいいと思います。この間ちょっといざこざがあった人も、うん、笑顔で、うん、あのなんか目があったらニコってするようにしたんですよ。いい、いいよそれ。あの、まだ話せれないから、話したいんですけど、うん、なんか仕事が忙しいし、まあ、お互いに、うん、その仕事が忙しいってなんだっけ、うん、そうそう、コミュニケーションが取りにくい、威張ってでも私上司じゃないし、そうそう、まあ、同僚なんですけど、うん、でも別にその話したくないから話してないんではなくって、うん、そのわざわざ行くとわざとらしいじゃないですか、うん、だからまあ機会を待とうと思ったんですけど、うん、まあ、目が合ったらあのニコってしたり、あと挨拶朝したりとか、うん、ちょっとずつ、それです、それちょっとずつやってます。あと仕事で言うと、あの望んでる結果を出してほしいみたいな、あ、こっちが、それはその通りです、こっちが、こっちが、うん、そう、それは、だからまた、まあ、くどいけど、もやしだったらちゃんと捨てなきゃいけないでも、本当にもやしのこと気にしない人は、うん、やっぱりミスで置いといちゃうんですよ、うん、でもそれをするたびに、うん、多分裏切られたと思っちゃうんですよ、うん、だからすごい大変、あ、その上司に合わせる、上司とか同僚が、その同僚の人が普通にできていることであって、はいはい、例えば、まあ、なんか助言したとしたら、はいはい、それを絶対次できなきゃいけないんですよ。それができないと彼女にとって普通にできることなんで、うん、なんでそれできないのと、また裏切ってるじゃんっていう、うん、なんか書いてあったんですよ、それは。そう、なんかでもなんか博士の言ったこととなんか似たようなことが書いてあったんだけど、もしかしてそれを言うと博士が別にそれ違うよっていうかもしれないです。いや、言って言って、なんか最後の方なんですけど、なんかソニーの森田さんが、森田さん、はい、あのソニーを立ち上げて言ってたことは、なんか失敗はしてもいいと、人間だから失敗することもあるって、うんうん、でも一回した失敗を繰り返すのがダメだって言ってたって書いてあって、あ、でそれを似たようなそのソニーの森田さんじゃない人もそれを言ってて、誰、うんうんうん、だったっけな、なんかあの一回教えてもらって理解したことをまたもう一回過ちをしてしまったら、それは意味ないですよっていう風に書いて、うん、なんかこの最後の本に書いて、でもねこの本すごいんですよ、最後の締めが、うん、なんか自己変革は、うん、あの自分自身のやる気次第みたいに書いてあって、うん、なんか、うん、トドのつまり自分が自己変革できるか否かを決めるのは研究者でもなくコンサルタントでもない、決めるのは自己変革のためにどの程度の対価を払えるか、そしてどの程度の時間とエネルギーを避けるのかという問いに答えられる人、つまり自分自身である。そうですよね、うん、書いてあったんだけど、でも思うのがさっきの何、ソニーの、はいはい、森田さん、森田さんが、うん、なんだっけ、同じこと2回繰り返すんだけど、うん、でも前言った有名な人の誰か忘れたけど、うん、人はいろんな間違いをするのではないと、うん、同じ間違いを繰り返すのだって言ってるんですよ、うん、それも分かるでしょ、で、うん、そのだから僕がさっきからもう本当に申し訳ないけど、うん、その人は絶対普通に忘れちゃうんですよ、努力しても、うん、だから森さんは分かってないんですよ、
分かってないですね。そう、でも博士が言うことをさっき言ってたのは、その同じ間違いをしちゃうと敵だって思われちゃうんでしょ。そうなんです、結構難しいですよね。そうだから無理だっていう。そう、しかもね、これなんか解決方法、私がなんか多分読み込めてないせいなんですけど、じゃあその一旦外集団に入ってしまったと、部下が、はい、上司のことをその部下は敵だと思う、敵だって思うっていうか、その外集団にいるからその上司もなんか自分にひどい扱いしてると思った場合、修復ってどうやったらできるの。あ、でも前半は上司に向けて書いてるじゃないですか、はいはい、だから前半の内容は上司に知ってもらって、あなたの考えを変えなさいって言ってるわけですよ。で後半には部下の話が入ってて、はいはい、それは足を引っ張るのやめろとかそういうのが書いてあるので、後半に答えが書いてあるんですよ、部下がどうすべきかを。だから その本は箱と、まあ、似ている部分、箱、はいはい、小さな箱から脱出する方法と似ている部分が あって、まずこのことに気づけっていうことなんです。あ、これ読んでる時点で気づいてますよね、上司は。読んでる、いやいや、そんなことないって。気づいてないと思うよ。気づいてない、いろんな人にも勧めたけど、そういう中間管理職の人に勧めたけど、気づいてない、それを読んで変えなきゃ、変えたことも知らないけど、でもちょっと意識改革できるってことですか。うん、そこに気づくだけで変わる。あ、そうか、自分はこういう見方してたんだとか。そう、僕はなんだっけ、例えばこれで言うならば、これ部下の仕事だと思うけど、はいはい、あ、そうです、部下の仕事、俺を 信頼しないと思ってたけど、実は目をかけてくれているかもって思えってことでしょ。そうか、内集団による解釈を取り入れるってこと。そう、僕はその部下だとしたら、僕はこの2つに分けていたんだ、あなたはそれに分けていますよってことをこの本で言ってるんですよ。なるほど、分かりました、すごい分けちゃってるんですよね。分けてるんですよ、で分けてて、じゃあそのかといってその太集団にしている部下たちにもこっちはこう頑張ってもらわなきゃいけないじゃないですか。そうですね。でなのでその外集団たちを内集団の方に入れてあげたいんですけど、どうしたらこう入れてあげれるかなみたいな。こ扱いを変えなきゃ、扱いを変えてますか。その変えてないですね。じゃあ変えてない。感情に明細を変えますよね。なんて会社だったかな、なんかあの、それ本当にそれできてて、その社長が言ってるかわかんないけど、なんていうかしら、あのね、ある指輪のオートクチュールっていうの、指輪のメーカーの社長さんと話したことがあって、その人ずっと僕が知ってる時までずっと右肩上がりでどんどん店舗が増えていて、なんか ディズニーランドかなんか の、 あの公式オートクチュールデザインとかになっている、なんか見たことあるかもね。ありますよね、はい、その会社の社長が言ってたのは、まず社員を一人もクビにしないと決めろと。そうそう、そしてそうなるともういいとこを探すしかなくなるみたいなこと言ってて、だからつまりもう無理やり内集団に入れようとするんですよ、その自分の頭の中でいるんですよ。入ってくれ、どうやって入れようかじゃなくて、もう入ってるんだと。でその人、まあこれ当たり前になっちゃうかもしれないけど、その適材適所というか、その人は変われないんだったらここに入れるしかないとかっていうふうにやれって言ってましたね。難しい、いや、なんてなんか分かります。こうシミュレーションをね、もうそっちです、仕事の方に。なんかね、難しいなと思っちゃった。なんか確かに言ってることは分かるんですよ、だけど、まあ私、どう言ったでしょう。別にでも態度そんな難しくないってことだよね。やれることはシンプルだし、私今別に上司とは問題今抱えてないですけど、でも前の上司はすごい仲良くなっちゃったんですよ。仲が良くって、いいじゃない、そのプライベートの話もすごい知ってたし、なんか仲良くなりすぎちゃって、何それは、なんかあのそう仕事終わった後とかも結構なんかご飯に頻繁に連れて行かれたりとか、それありがたかったんですよ、最初は。ありがたかったし楽しかったし、その上司すごい優秀な人なんで、話も聞けてすごい興味津々に聞いてて、こんな素晴らしい上司いないって思ってたんですけど、なんかそうするとだんだんこう、なんかあのわがまま、上司がすごいわがままになってきて、そうそうそう、でなんか私だったらそのちょっと無理してでも付き合ってくれるだろうって感じで、そのプライベートのことじゃないですよ、あの仕事でなんか夜